こんにちは。今回は明るいやつでね、取り替えましたのでご紹介いたしますけど、ポテトチップスの焼き鳥です。埼玉の味ってやつですね。今度埼玉に行きましたけどね、このキャラはね、初めて見ましたけども、埼玉のマスコットで小バトシってやつですね。小バトシくんか小バトシちゃんかわかりませんけどね、小バトシが紹介しています。で、豚のからし肉が香ばしく、ピリ辛醤油ダレが後押しく、4月松山の焼き鳥の味わいということでね、埼玉の味でございます。では、食べてみましょうね。確かに不思議だわ。焼き鳥の味だわ、これ。もう焼き鳥のね、香ばしい味がしますね。で、香ばしい焼き鳥の味に、この、なんとも言えないね。この美味しさが、いいなと思いますね。で、この焼き鳥の味わいに、この香ばしさ、そして、なんと不思議だな、これね。で、この辛さ、いいですね。で、それの味にしっかりとネギの味がね、じゅわーっと染み込んでるんですね。これはまた何とも言えない味わいで、非常にいい味わいをね、出していますね。で、こう、いかにもこの、焼き鳥を食べましたみたいな、この味がまた、良い味を生み出しているなっていう感じでございますね。それは、いい味、いい美味しさ。この、ピリッとちょっと辛い、醤油ダレが、なかなかいい味わいを出してますね。これが合うと何杯でもね、ある意味こう、いけるなっていう感じで、結構、好きな味わいかなっていう、病みつきになる、味わいだなと思う。じゃあ、これの焼き鳥ってのは、やっぱ埼玉では有名なんでしょうね。これはいい味だと思いますよ。この焼き鳥だったら何本も焼き鳥だったら何本もこの味の焼き鳥だったら食えるなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。